パラアルペンスキーの森井大輝です。今コロナウイルスの影響で大変な思いをされている方がたくさんいらっしゃると思います。僕もアスリートとして感じているのは、スポーツというのは平和と健康、そして皆さんの応援がなければ成り立たないということを強く感じています。そして日々感謝の気持ちを忘れずに生活をしています。この困難の先にはきっと明るい未来が待っていると思います。今できる努力を積み重ねて、この困難を共に乗り越えましょう。